ット品番が K の983、はい、K の983でございます。あ、そっか、2色か。2色です。でございます。サイズが SM サイズ、ML サイズの2サイズ展開で、オイルも2色展開。はい、くーちゃんが着てるのがモカベージュ。はい。です。で、私みーちゃんが着てるのがブラックでございます。はい、の2色展開でございます。はい、お値段いきます。じゃじゃん。4,500円。イエーイ。はい、で、はい、こちら11月13日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。ではぐーちゃんにポイントお願いします。説明させていただきます。はい、でこれもさっきみーちゃんもお話ししてたと思うんですけど、全然その OL スタイルでも着ていただけますし、うん、それこそひちおばさんとかでも絶対着ていただけますし、うん、私みたいにこういう風にカジュアルに着ていただければ普段着としても絶対着ていただけるので、着回しはすごい効く商品かなと思います。はい、あとここの襟元もねちゃんと切れててデザイン性があるっていうのと、うん、ボタンがあるので締めれます、うん、というのと、ポケットもちゃんとついてるんです。結構深めのポケットがついてるので、どこに何でも入れれるかなって思います。で、サイズ展開も SM サイズと ML サイズがあるので、うん、あのなんていうんですか、サイズ表記とか見ていただいてご購入いただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。あ、私は七五三ハラちゃんワンピで行こうと思っております。素敵、はい、ハラちゃんワンピにこのジャケットとかもめちゃくちゃ綺麗めに仕上がるのでおすすめですね。ぐーちゃん合わせてるのはトップスは黒、濃いブラウン、濃いブラウンです。そうやね、ちょっとストーンブラウンなんですけど、わかります？うん、はい、あ、ノーマークでした。さっきのモカベージュのみーちゃんが忘れられず、絶対買います。嬉しい。ありがとうございます。細見えすると思います。このセットアップは。ぜひぜひ。モカのジャケットはデニム以外にどんなパンツと合いますか？デニム以外だったら、うん、デニム以外の合わせ私してきましょうか。お願いします。はい、このまま下だけ変えますね。お願いします。腕のボタンは4個やんね。腕のボタン4個です。こっちも4個です。えちょっと待ってくださいね。4個なはずです。ちょっとサンプルなのであれなんですけど、ちょっと確認します。少々お待ちください。ぐーちゃん帰ってきたらちょっと確認するのでお待ちください。多分4個やと思います。4個ですね。うん、みーちゃん今ジャケットはですね SM サイズです。小さい方のサイズ履いてます。七五三の発音が東京と違う。七五三？誰かみたい。七五三。分からない。あ、エミさん誕生日ありがとうございます。クシャしました。SM と ML の丈感の違いが知りたい。ですね、一応もう表記が商品ページにあるんですけど、着丈はですね、SM 65センチ、ML が67センチですね。はい。なので2センチ。縦で言うと違う感じですね。あ、セットアップで見てみたいです。もう着ていらっしゃいましたかね。パンツ合わせの時に私は着ております。ぐーちゃんちょっと着てないので、また着てもらおうかなと思います。みーちゃん、ワンピースかわいいね。ありがとうございます。ワンピースのね、田中明子さんコラボなんですよ。低身長の味方でございます。そう、ブルーはね、パンツだけなんです。セットアップは、ベージュとブラックだけですね。はい、なので結構ベーシックカラーなので取り入れやすいかなって思います。みーちゃん SM サイズでお尻どれぐらい隠れてる？お尻全部は隠れてない。お尻の終わりがここぐらい見えるかな、この辺なので、お尻よりはお尻の終わりより 2,3 センチ上になってる感じですね。なので一番隠したいところは隠れてます。セレンティがあるんですけど、ちょっとデニムじゃない合わせ方してきました。はい、みーちゃんいつ見ても低身長さんに思えない、スタイル良すぎ。いや、ね、足長いですよね。そんなことないね。内側の胸ポケットどんな感じか見てほしい。内側の胸ポケットですね。こんな感じです。見えますかね？こうなってて、ここにね、内ポケットがあります。はい。ここです。横向きについてる感じですね。よいしょ。
者の格好めちゃくちゃタイプね、ちょっと綺麗めに合わせてみました。デニムとスカートを変えるだけでこんなにも印象が変わるのかってぐらい変わりましたよね。はい、かわいい、似合う。いやそのスカートが結構万能だもんね。そうですね、うん、はい、かわいい、かわいい。ふーちゃんオータムですか？オータムです。そう、うん、イエベコンビですね、今日は。はい、はい、春と秋でございます。はい、はい、インナーダウン着れますか？あ、ノースリーのダウンのやつかな。あー、そういうことか、うんうん、はい、あ、幅的にでもいけるよね、うん、幅的にいけると思います。うんうん、ウルトラライトダウンかな。はい、ノースリーの入ると思います。いけそう、真冬はね、はい、うん、良いと思います。くーちゃん、ML サイズ着れますか？着ますね、ML サイズ。じゃあコーデそのままで ML だけ羽織ってみる、はい、羽織ってみます。今日のブーツはトライアングルですか？トライアングルです。うん、あ、ぐーちゃん大きいサイズ着てほしい、今から着てくれます、はい、今着てたのが SM サイズで、今から着るのが ML サイズです。大きい方です。はい、うん、あ、確かに若干一回り大きいね。そうですね、でも ML の方が私は好きかもしれない。ゆるっとしたの似合うもんね、はい、デニムとかやったら普通に普段着るもので。確かに確かに、はい、かわいい。グーちゃんのスカートレタスですか？レタスです。レタスです、はい、この色はまだ多分在庫あったと。品番分かる？品番がちょっと見てきてもらいます、はい、グーちゃんのニットもちょっと品番が C の5015です。ニットは C の5015、はい、スカートは M の3105です、うん、だそうです。はい、はい、ありがとうございます。一応ね、新作ではないんです、中に合わせてるのはすでに発売済みで、もうご購入いただけるかな、はい、と思います。はい、グーちゃんは骨格ナチュラルっぽいですね。ナチュラルですですです、はい、ボタン近くで見たいですといただいてるので、2つとも黒やね。黒です。黒に黒やし、ベージュも黒がついております。はい、はい、大丈夫でしょうか。 あれや、グーちゃんがね、セットアップで着てほしいんだって。あ、はい、黒でもベージュでもどっちでもいい。どうしようかな。じゃあベージュ着てみますね。うん、お願いします。トップスチクチクしないですかって聞いてるんですけど、うん、チクチク全くしないです。お、だそうです、はい、あ、タートルネック、タートルネックです。うん、先ほどグーちゃんが履いてたデニムの品番が知りたいです。デニムの品番ね、2753かな、サイズ2なんですけど、2753です。だそうです。みーちゃん、ML 着たらどんな感じかな。あとで ML も着てみますね。これ一応 SM のブラックを着用しております。タートルにジャケットってかっこいいですよね。ね、かっこいいですよね。みーちゃん着てるワンピース迷ってたけど欲しくなってきた。ぜひぜひ、これでもこちらも田中由紀子さんコラボのアイテムなんですけど、めちゃくちゃ使えます。本当に使えますので。みーちゃん袖長いですか？袖は長いです。基本レタスのジャケットとかは全部長いんですけど、なので手首を見せられるようにまくったりとか、今ちょっと折ってないんですけど、折ったりとかして着用することが多いです。そう、黒使いやすいからいいんですよね。本当に1着持ってると絶対使えるので。あ、かわいい、かわいい。うん、こんな感じでございます。うん、かわいい。上が ML で、下が今 S ですね。うん、はい、です。ありがとうございます。あ、ノーマークでもライブで見ると欲しくなるねって連絡さんが。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ次行こうかな。はい、ちょっとブラックのセットアップだけ着れてないんですけど、はい、おしゃべりコーナーでお時間あったら着ようと思うのと、はい、私がそうだ、ML 着てんねんわ。ML だけちょっと着てみますね。はい、ぐーちゃん、それ ML？ あ、これ ML です。パンツは SM？ S、M です。 S です、パンツは。パンツは S。 じゃあこっちも ML にしてみようか。はい、ちょっとサイズ感揃えた方が分かりやすい気がする。すいません、うん、ありがとうございます。両方 S サイズ着てみますね。こんな感じで、はい、両方 S で着てます。両方 S です。です。で、私が ML のジャケット着るとこんな感じ、うん、結構カジュアルな印象になる気がする、うんうん、さっきより。そうですね、うん、でもなんかそこまで着られてる感ないかな、うん、
はい、着られてるからどうしても出したくない方はこんな感じで手首を出していただいたら全然低身長さん小柄さんでも着ていただけるかなと思います。はい、はい、では次というかもう靴が